こんにちは、速稼塾の久保です。メッセージありがとうございます。今回はね、個別返信をしようと思ったんですけども、多分これね、他の方にも関わることなんで、一般公開動画でお送りしようかと思います。まあ、一人でも多くの方に届いていただければなと思ってますね。で、今回はね、やっぱお金のことが、まあ、このいわゆるコロナ禍っていうことでなかなかうまくいかなくってね、給付金を出してほしいって思う方って一定数いらっしゃると思うんですよ。ここであえて私が一定数っていうのは、実は多数派ではないっていう現実があるんですよね。で、正確に言うと、給付金をくださいっていうふうに思っていても言ってない方が多いっていうか、活動してない方が多いんですよね。本当に少ない人数なんですよ、給付金をくださいっていう運動を実際にしてるのは。まあ、ですんで少数派としてもみ消されてしまうんですよ。やっぱりこの世の中は民主主義ですから、多数派で動いてるんですよね。これがすごく大事なことで、民主主義は民主だから民が主なんですよね。私たちのことです。民っていうのは国民です。私たちの中で一番こうしてください、ああしてくださいっていう風な意見の多い、発言とか行動の多い人に合わせて政治がなされてるんですよ。これ別に意地悪を言うつもりじゃないんですけども、一つの現実として私がいつも捉えてることなんですけども、給付金出してほしいなって思うだけの人はすごくいるんですよ。思うだけなんですよね。そして一部の人が給付金を出してもらうための署名活動とか政治政党への掛け合いとかね、持ちかけとか協力運動をしてるんですよね。少数派です。ですんで、給付金を出してほしいなと思う方が本当に心から願うんだったら、超能力でもない限りは自分で行動して仲間を作って、一人の声を二人にして、二人の声を四人にして、その声をどん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 高めていくしかないですよね。特にもうコロナ禍も長いですから、1年半ぐらいじゃないですか。だから十分時間はあったと思うんだけども、今まで何をしていいかなっていうのがそこなんですよ。で、私も給付金を出すための活動はその YouTube を通じてやってますし、まあ少なからずね、各政党の方には直接お話しに行ったりとかね、家に招いたりとかして、やれることはやってると思うんですよ。ただやっぱり各政党の中にも給付金を出した方がいいという意見は多いんだけども、全体としては少ない。なぜかっていうと、いわゆる国会議員の先生方ね、市会議員、市議会議員の方、皆さんこのコロナ禍でも別にお金に困ってないんですよ。そして同時にお金に困ってますというふうな市民の声も届いてないんですよ。正確に言うと届いてるんだけども少ないんですよね。例えば私がね、多くの方が生活に困窮していて、で、給付金が欲しいって言ってるんで何とかなりませんかって言っても、結局はね、これ言われないですけども、久保さんはそうじゃないでしょっていうことなんですよ。いや、久保さんそういうふうに言ってくださるけども、でも久保さん実際お金に困ってますって言うから、いや、そうだな、俺当事者じゃねえなみたいな感じなんですよ。でも声を上げられない方のために私が代弁をしてるんですっていうことではあるんですけども、これも言われないですけども、じゃあ本当に困ってる本人は何で動かないんですか。自分事じゃなくて他人事のために動く久保さんがいるのに、なんで自分事の人が自分から行動しないんですかっていうふうに言われた時に、私は返す言葉がないんで、私は私なりにやりますけどもね、やってますけども、プラス当事者の方が動いてもらわないと、これはね、誰も本気だと思わないんじゃないかなと思うんですよ。で、各ね、閣僚の事務所、それから国会議員の事務所、菅総理の事務所、麻生財務大臣の事務所、みんな電話ついてます。ファックスもあります。メールもあります。官邸にメールを送る方法もあります。それは今まで、これから私もね、これまでもお伝えしてきましたし、多くの方がそれに賛同してやってくれてます。で、国が金を出さないんだったら、各都道府県、こちらの方に地方債を作ってはどうかということで、市民県民から掛け合うこともできます。要望を上げることがね、もちろん要望のすべてが通るわけではありませんけども、そもそも要望を上げてなければ何も実現しないっていうのが本当のところだと思うんですよ。まあ、これもね、もし逆の立場で私たちが政策や予算の執行を決めれる立場にいるとして、その権限を任されたとしてね、少数派が思ってることをやって多数派が思ってることをやらなかったら、一気に私たちはその権限を失いますよね。要するに、そんな仕事をするなって言われて権限を取られてしまうんですよ。それは民主主義の世の中だから、多数派の声に耳を傾けて、
そして多くの方がやった方がいいよ、やってくださいよっていうことを実現する、そのための、執行役ですからね、行政の職員というのは官僚もそうですし、およそ権力者っていうのはその権力を何で持ってるかっていうと、たくさんの人が権力を与えてるからなんですよ。だから少数派の人が多数派を差し置いて特定の人に権力を与えるってことはなかなかね、まあ難しいというよりも不可能でしょうね、民主主義の世の中では。共産主義みたいなところでは誰も支持してないようなね、国民の誰もがあんな独裁者いらないよって人が独裁者になってしまうことはよくあるんですよ。でも民主主義っていうのは基本的に多くの方が選んだ人がその職位に立つってことなんですよね。でその能力がないっていうふうに言われると多数派によって落とされるってことなんですよ。ですんでここまで話してきて何が言いたいかっていうと、一つはもしね給付金が欲しいなと思うようでしたら、そのための活動を今までどんなことをしてましたってことと、これから何をしようとしてるんでしょうかってことなんですよね。だから自分から動かないと世の中は変わらないってことなんですよね。そして自分から動いても世の中が変わらないかもしれないんですよ。ただ少なくとも自分が動かなければ絶対に変わらないということなんですよね、うん、でもう一つは権力者がなんで権力を持ってるかっていうと、この民主主義の世の中では私たちが結局選挙によって選んでしまったってことなんですよね、うん、自分が投票した人がもしその権力の座にいないということでしたら、自分が希望する人を権力の座につけるために周りの人にやっぱりね、あの人にしようよっていうふうに呼びかけないといけないですし、もっと言ったら自分自身がその役につかなければならないかなと思うんですよ。でもそうは言っても自分は体が弱くてとかいろんな事情があってできないんです。それもわかります。でもどうでしょうかね、令和新選組の国会議員の方2人いらっしゃいますけども、ここであえてねどんな方なのか言いませんし名前も言いませんけども、あの人はどうなんでしょうか。2人の方、まあ名前言うと船子さんと木村さんね、この方たちは、重度の難病患者だというふうに指定を受けている方だったんじゃないですかね。それこそ自分自身の足で、国会に行くことはできません。そのための改修工事まで必要だったくらいです。でも当選しました。なんででしょうかね、そして、船子さん木村さん以外の人が国会議員になること、権力を持つことは不可能なんでしょうか。なんかそうでもないような気がするんですよ。何かなんかできることがあるんじゃないかなと、それぞれの立場でね。私はそういうふうに思うんで、自分の立場でできることをしようかと思います。ただそれだけなんですよ、ですんで私にね、いろいろと期待をかけてくださる気持ちも分かりますし、期待には応えたいと思いますけども、私は家族の期待にも応えなければなりませんし、何よりも自分の期待にも応えてる途中なんで、誰の要望から聞こうかなと思った時にやっぱり優先順位って決まってくるんですよね。体が一つですから、でもやっぱりこう突き動かされるものもありますので、どういうふうにしたら、八方丸く収まるかなってことはこれからも問い続けていきたいなと思ってるんですよね。ちょっと耳が痒くなってきてしまいましたなぜかはい、それでね、今回いただいたメールなんですけども、正直給付金出してほしいですよね。私も出ればいいのになと思ってます。もう私はいらないから、ぜひね、私以外の人にどんどん出してほしいと思います。かっこつけて言うつもりじゃないんですけども、ぶっちゃけ私は給付金があってもなくても困らないんですよ。困らないんですけども、給付金がなければ困る人のために私は少なからず給付金のね、活動はやっていこうと思います、これからも。で、助かる人が、お金で助かる人がいるんだったらお金を出してほしいなと思います。で、命っていうのは亡くなったら終わりですからね。それから過ぎ去った時間もお金じゃもう取り戻せないんで、お金でね全部ケリがつくんだったらこんなに安い話じゃないんですよ。だから国債をガッポガッポ発行して財政出動して多くの方の人生や命を救ってほしいというふうに思いますので、そのような活動をこれからも YouTube 通信に続けていこうかと思います。各国会議員さんの事務所ね、自民党の事務所も立憲民主党の事務所も近くにあります、伺います。そして、公明党、総学会の方も近くにワンサと言います。こういう人たちにも私は
要求を上げ続けていこうかと思います、まあ、その他ね官邸にメールを送ったり、私の思う例えば西田昌司さんの事務所へのメール、電話、ファックス、こういうのも頼りになる自民党の議員さんですから、この方はちょっと自民党をね、自民党の内部から変えてくださる方も必要なんで、西田昌司さんの YouTube もこれから応援していこうかと思います。はい、ということで返信動画になりましたけども、他の方にも何がしかね届ければなと思います、それでは失礼します。